非常にだから、まあ、私自身がその2008年に意識し始めて、で2011年の、まあ、夏以降非常にですね、その頻度がすごい増えたんです。で自分で興味持ってその分析とかもしてたんです。で大体こういうふうになって、こういうパターンがあって、あるいはこういうふうにするとこうなってとかいうことが、いろんなことが解けてきているんですね。シンクロニズムっていう言葉そのもの、その今年の初めにですね、2017年あのバシャールというそのなんていうか存在と言ったらいいでしょうかね、まあ、の一部の人はそういうね存在を知ってる人も、耳にしたことある人もいると思うんですが、その方の発信の中に発信したあの、まあ、本が出たのを読んだんですが、2017年のどこかのタイミングで語られたことの中に、そのシンクロニズムっていうことが出てて、かなり先行った文明、進んだ文明なんですね、地球よりも。その文明の中ではもうシンクロニズムという、まあそのやり取りは地球で言えばそうですよね、資本主義とか社会主義とか共産主義とかいろいろあるんだけども、それぞれはどれもね、完全じゃなくて、一長一短あってうまくいかなかったりしたけども、じゃあそのね、あなたのところはどんななんですかって、社会システムはと言った時に、シンクロニズムというものがあると。もうだから必要な時に必要な人も物もみんな、ね、出会ってちょうどよくそれが起こっていくんだというようなことを、まあ大雑把に言うとそんなようなことを言われてたんです。で私自身もまだその完全かというと、周りも含めてそのいろんな要素がありますから 100% 完全とは言わないでしょうが、起こっていることそのものはもう本当にそういうことの連続で、この約特に2011年の夏以降ですね、においては7年ぐらいになりますけども、本当にそういう感じで来てるんですね。それでいろいろ解いて、こうだって説明できる内容と、世の中でいろいろ探しても探してもそういう説明している内容とか、あるいはこんなことがっていう現象を見ても、ちょっとそういう感じのことってほとんど見たことがないんです。そのぐらいのものなの？ただほら本に出てたりとかで、やったらその発信力のある人、ね、まあマスメディアとは言わないですけども、そういう人が発しているものの中にそういうものはないんですよね。でもそういう人のが一番目に入るから、みんなそういうもんだと思って、私自身はまだ、今までそんなにね、ちっちゃい発信しかしてないですから、知られてないというのがあると思うんですけども、それを見てちょっと、あ、今まだこういう段階なんだなという感じがしたんです。で私もシンクロっていうんですけど、あ、同じだって単純に思われてしまうかなと思ったんで、まあそこでその新しい概念がちょっと浮かんで、概念というかですね、シンクロでもいろいろ段階があるということで、まあ数年前にちょっとそれをね、ちょっとまとめたものもあるんですけども、だからその段階に応じて起こるんだけども、その意味合いっていうか違ってくる、悪いことのシンクロも起こるとある面では、悪いことを気づかせるシンクロですかね、うん、あるいはシンクロも含めた現象で、そこで、あ、まずいな、このままじゃって言って改心するとね、思いを変えていくということで、だん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 状況起こることも変わっていくと、でいいことの今度現象としてのシンクロが起こってくれば、それをヒントにして、あ、じゃあこうすればうまくいくはずだって、で進んだらうまくいくみたいな、そういう形でね、ヒントとして現れたりするんですね。で、一般に今よく言われているシンクロ、私はこう、まあ仮にですね、名前、私自身がその伝えるために概念としてソフトシンクロと名前つけてみました。ソフトシンクロ段階で、私自身が起こってこの7年ぐらいで起こってきたような、もうこういう人いないかな、ポッと出会う、こういうことがあるといいな、ポッと起こってくるとか、インスピレーションが浮かんで、それが意味のあるものだったら、やっぱ次にシンクロ現象起こって、あ、これいいんだ、じゃあそれを進めようとかね、そういうのがもう明確な、なんか主だった
明白なものがですね、もう月に何回かその、なんていうか、そういうエピソードとしてもこう、そんなことあるんですかってもうなんかものが振り返ってね、大体月に 2,3 回は少なくともこうネタにでもなるかのような、そんな面白いことが、まあ、面白かったりするんですよ。そんな形のシンクロが起こるのかと、顕著なそういうものが、まあ頻度としてはそんなこと、もっと細かいことはたくさんあるんですけどもね、そんな感じで次どうするっていうのは、そんなにね毎日あってもしょうがないですから、いろいろ進めながらまた次とか、ね、必要なことが起こるんですから、まあ、月に 2,3 回とか週に1回ぐらいっていうのはまあそんなもんなのかなと思いながらなんですが、まあ、そういうことが起こって、それもある面では超シンクロの段階と、ちょっと超シンクロ段階、